全て一からやり直しだ。叶わなかった車も腕も。久しぶりだ、こんなにやる気になったのは。あいつらがくすぶり続けていた俺の気持ちに火をつけた。やってやる。負けたままじゃこの世界は降りられないからな。じゃあ黒木さん、しばらくこれで乗ってるわ。すいません、1ヶ月近くで再開しますから。頼むよ。こんにちは。すごいね、データ取ってんだ。君がセットしたの？いえ、北見さんと富永さんにいろいろやってもらってるんです。え、北見、富永知ってるんですか？ああ、そういえばキャブターボなんだよね。 CPU は1個もついていない。600馬力のターボカーをアナログ制御か。キャブってそんなに不利なんですか？不利だね、全然。連続して安定した速さを得ようとすれば CPU にはかなわない。機械制御のキャブと CPU 制御のインジェクション、軽く20年の差はあると思うよ。ちょっとヤバくない？それってこの前走ったよ、ブラックバードと。え、腕も車もかなわなかったな。俺たち矢田部や筑波でいい数字出してたからちょっといい気になってたんだよね。とことん実践的なんだね、君たちは。それで俺も目が覚めた。自分の R をやり直して再チャレンジする。さっきのお客でとりあえず一区切りつけた。しばらく開店休業ってわけだ。大丈夫なんですか、そんなことして？どうだろう、結構まずいかもしれないね。まあ仕方ないよ、これも俺の性分だから。工場全面休業状態なんだってな。そういうことしてると戻ってこねえぞマジで客。おかげで自分の R は随分進みましたよ。ったく困ったやつだなお前は。ほぼ仕上がりましたから、今夜隣で見てくださいよ、俺の R。 お前マジでやる気か、あの Z と。隣に乗ったんです。もうぶっ飛びました。誰だって見せられますよ、本当に意志を持つかのように走るんですあの車は。変わんねえなタカ、お前は初めて会った頃と同じだ。いつまでも走り込むことが好きでさ。ヤスさんは変わったんですか？変わったんじゃないかな。一チューナーより経営者として優れてなきゃなんて思ってるし。一人に戻ったらどうです？最初の頃みたいに。一人か、そうできれば随分気楽だろうけどな。遅すぎら。遅い？一発のチューナーとして名前が知られるようになりゃ客は増える。客が増えれば欲が出る。いつの間にか人も増え店も大きくなっているが余裕はゼロだ。一人になることもできやしねえよ。タカ、お前どうして昔から俺に車を見せてくれるんだ？乗ってくれ踏んでみてくれ言うけどさ、作り手でも乗り手でもお前の方が上だぜマジで。信頼しているんですかね、ヤスさんを。俺が気づかないことをちゃんと教えてくれるし。買いかぶりだぜそりゃ。とにかく今夜12時に来ます。かなりいい感じになってますから。ああ。何も知らなかった19の時からあっという間に10年。 R に出会ってスピードに明け暮れた20代が終わる。そして20代の終わりに彼に会った。走りたい、彼と走りたい。それが今の俺の望みだ。チューナーをやめるも続けるも悔いだけは残したくない。早かったなタカ、誰に聞いたよ？え？急なことで驚いたろ。俺はちょっと前から分かってたけどな。
すぐにみんなも来るから。みんな？どうかしたんですか、ヤスさん。あ？ヤスさんと12時に約束してたんですけど、俺。なんだ、お前知らねえのか。夜逃げしたんだよ、安彦のやつ。え？夜逃げ？余裕はゼロだ。一人になることもできやしねえよ。明日になれば大騒ぎになる。債権者がどっと押し寄せてぐちゃぐちゃにされる前に、仲間内で安彦の集めたデータを運び出そうってわけだ。債権者には1円の価値もないもんだろうからな。それにしても安彦のやつもっと利口だと思ってたかな。身の丈を考えずに大きくしすぎちまったんだ。お前も考えろよ、仕事。今のやり方じゃ安彦と同じように自滅するだけだぜ。自滅するのは簡単なんだぜ、タカ。元木さん、34R に変えたんですか？ああ、最初はクラッシュした 33R を直すはずだったんだけどな。思ったより 34R は客のニーズもあるし、思い切って買ったんだ。すぐに800馬力いきますね。RB26 は嫌になるほどノウハウがあるし。タカ、もうそういう時代じゃねえだろって。結局 R はブーストアップ仕様に尽きるんだよ。今の客はバカじゃねえから。でもライトなブーストアップ程度じゃ白の32もブラックバードももちろん Z も落とせませんよ。いい加減にしろよタカ。行動300キロなんてバカな時代はもう終わりだ。これからは合法のコースで誰もがチューニングカーを楽しむ、そういう時代だ。楽しむ？自分たちの商売のためにも大事だから。自由に走りたくてサーキットへ行っても少しも自由なんかじゃなく、世界もちっとも広がりませんよ。それはお前の考え方だろ。俺たちは違う。チューナーを仕事として選んだ以上、その時々の客のニーズに合わせるのがプロの仕事だと思ってる。無理ですよ。チューニングカーをいくら正当化しようとしても、やっちゃいけないことをやってるんですから。確かに奴らは早いよ。ブラックバードも32もあの Z も、北見や山本なんか一世代前の古い連中だと思っていたが、素直に実力は認めるよ。だがな、タカ、俺たちのやっていることは間違っているのか。10年だぜ。もうシャニムにスピードを追い続けていた時代から10年経ったんだ。俺はそう簡単には割り切れません。どこまでも認められない非合法の世界でいいじゃないですか。有効とか時代とか関係なくて。このステッカー剥がしますよ。今日限りで R200 クラブを脱退します。R200 クラブの結成時メンバーだったことは誇りですよ。みんなの情熱に正直圧倒されましたしね。イカサマまがいの古いチューナーを否定し、新しい何かを作り出そうとしてましたよね。でも全然ダメだった。結局みんな自分のことで精一杯で。それに自分が否定してきた古い世代の山本スピードや RGO などがずっとチューナーとしてピュアだと分かったんです。俺は俺のやり方でやっていきます。じゃあ首都高エリアに出てくるときは気をつけてください。もう仲間じゃないですから、きっちり落としますよ。後悔のない10年間だった。だけどこれから先は何もわからない。行くか降りるか、あの Z と走ることでその答えは必ず出る。パーキングあたりで止まっていたんだ。早い。この前の時とは全然違う。絶対に逃がさない。完全に射程距離に入った。ブーストのタレはなし。加速時の失速感もない。
間違いなくパーフェクト。今までの中で最高の状態なのに、その上を行くのか。この33Rは、この安定感、これ以上まっすぐ走る車がどこにある。最高速がただまっすぐのアクセルベタ踏みだけだと思っている連中には決して理解できない領域の走り。車はまっすぐ走らない。この領域でまっすぐ走る車はどこにもないんだ。そしてストリートで300キロを出すということは、必然的に250キロ級のコーナリングを繰り返していくことなんだ。追いつけない。一瞬でも気を抜くと離される。よくぞここまで仕上げたものだ、フラットレーシング黒木隆之。どうですか奴さん、結構いいでしょう。タービンもエンジンも全部やり直しました。あのブラックバードを今押さえてます。京浜島から羽田北トンネル、問題はこれから先。水温上昇、電動ファン全開、連動して油温上昇、高回転高負荷からのいきなりの停止状態、速オフゼロ、エンジンヒートアップ。きついぜこれは。いつもは羽田南トンネルからクーリング走行に入る。だが今回はギリギリまでわざと踏んだんだ。そっちは平気そうだな。すごいな空冷のくせに。ダメか、オーバーヒート。OK、合格だ、ある。さあ、神奈川超高速エリアだ。離される。2速から3速、その加速についていけない。完全にパワー負けしている。湾岸神奈川線、関東エリア唯一の、いや、日本中でここだけのオーバー320キロステージ。いける。最高にエンジンが軽い。マックス320キロからさらにいくつ乗せられるか。ここで蹴りだ、ブラックバード。クラッチ、ミッション、違う、これは。さすがにパワーがありすぎる。だから突然あんなことが起こる。ちゃんと入る。ここまで速度を落とせば、4速で上まで引っ張った時だ。高回転高負荷で5速に入らなくなるんだ。これはミッションやクラッチそのものじゃない。おそらくエンジンマウント、エンジンを支えるマウントが高回転域で耐えきれずずれる、もしくはクラックが入っている。チューニングは絶妙なバランスの上に成り立つ。ずっとそう思っていた。だけどあそこまで行けばもう関係ない。そんなもの、少しでも重心を下げたくてマウントを加工したのがアダになった。新しく組んだエンジンを車体に乗せた時、ふとマウントのことが気になった。増大したパワーに対してどうかなと。こっちは最高の状態だったんだ。だけどごまかした。大丈夫だろうと自分に言い聞かせて。絶対に忘れない、この敗北感。やっぱりマウントにひびが入っていた。完全な強度不足だ。吹っ切れよもう。所詮あいつとは住む世界が違うんだからさ。マウントにクラック、甘いな。お前の溶接は綺麗すぎる。一番大事なことは仕上げの綺麗さか。バチッとくっつけることだろうが。本当に相変わらず甘い仕事してますよ。どこかの街で元気ですか、ヤスさん。俺今充実してますよ。生まれて初めてってくらいに。こんばんは、ミカ。久しぶり。もう一度あなたを黒木隆之という人物を取材してみたくて。
辞めたんじゃないのか。さっき偶然月刊チューニングの編集長に会って、それでまた書かせてもらうことにしたの。最近初めて会った頃のあなたの言葉がいつも耳から離れない。俺がなんて言ったかな。あなたは湾岸を走る自分たちの行為を理屈じゃ割り切れない、どうしても惹かれるものがあるんだって言ってたわ。そうか、そんなこと言ったか。その言葉の本当の意味を知らないまま別れてしまったから、もう一度この目で納得して全てを決断したいのよ。なんだか懐かしいな。昔よく走ったわよね、 C1。 ミカ、なんでまた俺の前に現れた。取材なんて口実だろ。俺はダメだ。きっとまたお前を突き放す。あの時も今もずっとタカの心がチューニングに奪われていることは分かってる。ならなんで。勘違いしないで。今度は私が自分自身で決めるのよ。あの時は私がついていけなかった。あなたが突き放したわけじゃない。あなたの全てを分かろうとした。でもそれは無理なことだった。どんなに思いが募っても入り込めないエリアがあると気づいたの。ミカ、俺は前にいるの。ああ、黒木さんのあれだ。え、ミカさん、レーナちゃん、あの Z が会えるんだよ。本当にこっちにその気さえあれば。そうね。どうする、一緒に走る。いや、黒木さんついてくる気なさそうだ。カメラいつからやってんだ。2年ぐらいになるかな。フリーなんだもん、何でもできなくっちゃ。あ、気になる。ん、いや全然。前はあんなに取材嫌いだったのに。今だって嫌いだよ。でもミカには必要なんだろ。ええ。どんな記事になるんだ。え、少し聞かせてくれよ。フラットレーシング代表黒木隆之、 GTR で矢田部200マイルを出したチューナーの集団 R200 クラブに最年少メンバーとして加入。他のメンバーがコース中心に活動の場を移しても彼はストリートにこだわり続ける。誰にも指示することなく自分一人でひたすら R を詰めていく。 R のみが彼の求める車だ。仕事も増え一気に波に乗るチューナーだったのに、彼は突然従業員を全員解雇した。全てを一人で納得のいく仕事を求めて。でも黒木隆之は今その仕事すら全てキャンセルしてしまったのね。自分の R を完璧に仕上げて Z と走るために。ああ、もしかしたら黒木隆之はこのまましぼんでしまうかもしれない。流れに取り残され消えていくチューナーかもしれない。だけどそうなったとしても走り続けることがその本能ならもう何も言えない。どんな結果になっても今度は逃げない。私は最後まで見届けるわ。